今回紹介するのは、帰り遅いけどこんなスープなら作れそう、という本です。人参の皮を剥くのが面倒です。鍋2つ使いたくないです。この調味料はうちにはありませんなど、何度も有賀さんを驚愕させ、その度に頭をひねって簡単なレシピを考えていただきました。料理が億劫な人。 忙しくて料理に時間をかけられない人にこそ届いてほしいレシピ本です美味しいスープが手間なくすぐできる作り方は3ステップ材料も調味料もシンプルそのものなのにこのバリエーションができるって嬉しいですまな板も包丁も使わないレシピもあり帰り遅い人だけでなくすべての忙しい でもちゃんと食事をとりたい人に役立つ一冊手にとりやすいサイズもいいですね。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。